今薬を飲ませたところだよ。そろそろ効いてくる頃だが。あ、おじいちゃん。おお、ティム、わしがわかるか。当たり前じゃないか。大げさだな、おじいちゃんは。あ、ずっと動けなかったから退屈しちゃったよ。ちょっと遊んでこようっと。これ待つんじゃ、ティム。危ないから村の外に出るんじゃないぞ。わかったな。まったく人の気も知らんで困ったやつじゃの。ま、元気になって何よりじゃわい。フレア先生、それにアドルさん、本当にありがとうございました。あなた方がいなかったら。とにかく間に合ってよかったよ。君はこれからどうするんだい？僕は。どけどけ！邪魔だ！ティム君は少し元気になりすぎたみたいだね。おや？うわ、なんだこいつ。すぐったいな。あ、こら待て。おい、ティム君、待つんだ。行ってしまった。アドル君、ジェフさんたちには内緒でティム君を連れ戻してはくれないか。これ以上心配をかけたらかわいそうだからね。何、出て行ったばかりだからすぐに捕まるさ。Thank you.
あ、お兄ちゃん。わかった。僕を連れ戻しに来たんでしょう。そうはいかないよ。
助けに来てやったぜ、アドル。まったく情けねえな。心配になってエステリアからはるばる来てみりゃこのざまはなんだ。いやな、カーナって女に水の村まで連れてきてもらったんだよ。そうしたらお前たちがこっちの方に向かったって言うから来てみりゃ、やっぱり俺がいないと。おじちゃん、誰？おめえだな。こんなところにアドルを連れ込んだのは。とにかく早いとこここから出ようぜ。静かにしねえか。さあ、行くぞ。待て！やっと邪魔者がいなくなったな。俺だよ。ダームの塔でお前にやられたガディスだよ。確かにあの時俺は死んだ。だがエルディール様に最後のチャンスをもらったのだ。今
度こそお前の息の根を止めるためにな。ぶっ殺してやる。ぶっ殺してやる。
ぶっ殺してやる。
Thank you.